史上最高ゴートのラッパーは誰だという議論が起これば、必ずと言っていいほど名前が挙がるのがエミネムです。でこのエミネムはもともとバトルラップで名前を挙げていますから、その、ね、攻撃的なスタイルでよく知られています。ですが今はですね、まあ、昔よりも年を取ってレジェンドみたいな立ち位置なんですけれども、未だにですね、あんだけ金を持っていて知名度に、そしてフェイムもね持ってるのに、よくいろんなやつにぶち切れられるなっていうぐらいビーフを起こすことでも有名です。そして今までの歴代のビーフ相手を見ても、このですねビーフ相手が誰と比べても輝かしいぐらいに超豪華です。 EJ です。今回はそんなですねエミネムに喧嘩を打った人たちの末路を見ていきましょう。ジョー・バドゥン。ジョー・バドゥンはまあ元ラッパーで、今となってはまあエブリデイ・ストラグルとか、あとジョー・バドゥン TV みたいなね、そういうポッドキャストのスターとしても知られる人物です。よくね叫んでるあのヒップホップ界のご意見番的なおっちゃんです。なんですけれども、もともとですねエミネムのシェイディレコーズっていうところとサインしていたスローターハウスっていうねグループのメンバーで、そういう関係性がエミネムとはありました。しかし彼らの間に大きな亀裂が入ったきっかけがあります。それは2017年にエミネムのアルバムのリバイバルが発表前から、バドゥンはですね、ラッパーの参加が少ない、そしてポップ寄りなトラックリストを見て、トラックリストは疑う余地もなく全くのゴミのようだというふうに言い放ちました。そしてシングルのアンタッチャブルを、これまたですね今まで聞いた中で最悪の曲のうちの一つだというふうにも言いました。まあですね、こういう厳しいことを言うみたいなのも、バドゥンのね、まあ、スタイルなんですけれども、もちろんですね相手はエミネムだということを忘れてはいけません。エミネムの反撃はクローラセプティックのリミックスから始まりました。まあこの段階では名指しはしてませんが、おそらくジョー・バドゥンとか、あと DJ アカデミックスとか、あの辺に対するディスだというのが分かります。そして2018年にサプライズで発表した無差別テロアルバムの神風、この中のフォールという曲でジョー・バドゥンを痛烈にディスします。エミネムは名指しでジョー・バドゥンのことを呼んで、彼の失敗したラップキャリア、そして DV 疑惑について持ち出しました。意味としてはもちろんね解釈はいろいろありますが、おそらく、まあ、ヒーベタファッスンイートっていうのは、まあ、俺にボディバッグ、まあ、遺体袋に入れられる、殺される前に、自分で締めろみたいなことですかね。そして一番彼がヒットに近づいたっていうのは、まあ、ヒットっていうのは、まあ、物理的なヒットもあると思うんですが、あのヒット曲とかのヒットねはスマッキングビッチ、あの DV 疑惑がね昔ジョー・バドゥンあったんですけれども、それにかけてます。そしてその後にパンプイットアップっていう風にガヤが入るんですが、これはですね、まあ、一番ヒットに近づいたジョー・バドゥンの中で最大のヒット曲と言われるパンプイットアップのことを、まあ、いじってるというか、お前がヒットに近づいたのはそれだけだっていうような意味です。そしてここにですね、まあ、バドゥンっていうのは、ボタンっていう、まあ、発音的に似てますから、それとかけて、あとスナップとか、あとファッスンとか、あとジップとか、そういうなんかね服関連の言葉遊びみたいなのも入ってると言われてます。まあそういう感じでですね、まあ痛烈にねジョー・バドゥンのことエミネムはグサッとねもう突き刺したんですけれども、ジョー・バドゥンはまあ本業のねポッドキャストで、 I've been better than you this entire fucking decade、この10年間俺はお前よりマシだったんだよっていう風に叫びました。なんですけれども世間の目は冷静で、ジョー・バドゥンとエミネムの10年間を比較してしまいますよね、そんなこと言われると。まあ言わずもがなっていう感じですね。そしてその後にもですね、コンウェイ・ザ・マシーンとのバングっていう曲の、オリジナルバージョンっていうのがリークしてしまいました。でそのリークした中でもエミネムがジョー・バドゥンに向けたディスが入っています。この歌詞もかなり秀逸でですね、これもバドゥンがですねボタンとバドゥンを両方の意味で使っていて、ブロークっていうのはですね、まあ、ボタンが壊れてるっていう意味と、まあ、貧乏ですね、貧乏のことブロークって言ったりしますけど、そういう意味です。でなんで壊れてるか、なぜ貧乏なのかって言ったら、やつをプレスするけど、プレスっていうのは、リボルトっていう会社に言ってるんですね。リボルトっていう、まあ、ディディの、まあ、そういうメディアの会社があるんですけれども、それがジョー・バドゥンとかを起用してポッドキャストやってる、まあ、プレスしてるんですね。だけどやつは何もしないと、まあ、っていう意味ですね。まあ、ボタンの方でいくと、まあ、壊れてるか反応しないっていう感じですね、プレスしまくっても。まあ、そういう感じでですね、ちょっと説明うまくいってるか分かりませんが、バドゥンとボタンを掛け合わせて攻めるっていうのがエミネムです。まあ、ジョー・バドゥンはポッドキャストとかでわーって言うしかないですから、まあ、なんかかわいそうではあります。マライア・キャリー。
この世からクリスマスがなくならない限り一生大金を稼ぎ続ける女にもエミネムは容赦ありません。2000年初期にエミネムはマライア・キャリーのことを、曲の中でね名前を出したりしていて、その2人の関係が噂されていました。しかし2002年のインタビューでマライアはエミネムとの交際を否定して、そのエミネムとは一緒に遊んだだけだと、で合計話したの4回だけっていうふうに言いました。しかしエミネムはまあこれをね嘘だっていうことで反撃をします。いきなりですねやり方がかなり無謀くて、彼のですねツアー中に彼女のものであると主張するボイスノートを再生しました。でそのボイスノートの中にはどうして会ってくれないの、どうして電話してくれないのみたいな、そういう言葉が入っていて、これをねマライアのものだというふうに主張しました。そしてその後ですねマライア・キャリーがニック・キャノンとね結婚することになるんですが、その2人が結婚してからエミネムはもう2人まとめてディスします。バグパイプスフロンバグダッドっていう曲では、マライア What's ever happened to us? Why did we have to break up? Nick Cannon you prick I wish you luck with the fucking whore。まあ、これに対してですね、まあ、ニック・キャノンもなんかブログ記事を書いたりで批判をしましたが、マライア・キャリーの方はオブセストという曲で、エミネムそっくりの男にストーカーされる様子を映したミュージックビデオで応戦しました。そしてエミネムももちろんやられっぱなしじゃなくて、またザ・ウォーニングっていう曲で真っ向から反撃。そういうね一連の流れがあったんですが、2010年にですねエミネムはもう彼女のことは話したくないんだというふうにバイブマガジンのインタビューで話しました。死んだ馬を殴り続けたくはない、それについてコメントをするつもりもない、あの状況とはおさらばだ、言うべきことは言った、もう終わったんだというふうに言いました。これでですね一見そのビーフっていうのは終わったかと思ったんですが、2019年にですねまさかの追撃があります。パッド・ジョーのロード・アバブという曲に参加して、マライア・キャリーとニック・キャノンに向けた別のバースを披露しました。 I know me and Mariah didn't end on a high note But that other dude's whip That pussy got him neutered。 まあこれにですねまたニック・キャノンもディストラックで返したりして、まあそれもねまあまあ再生数いって盛り上がったんですが、まあ当時ですねもうすでに2人別れてるんですね、別れてるんですけれども、まあ容赦なく攻撃をし続けるエミネムでした。ウィル・スミス。オスカーズでクリス・ロックを平手打ちして話題になっているウィル・スミスですが、もともとはですねザ・フレッシュ・プリンスとしてラッパーとしても活動していました。でこのエミネムとウィル・スミスのビーフのきっかけとなったのは、たまたまクリス・ロックが司会の1999年の MTVVMA でウィル・スミスのマイアミという曲のミュージックビデオがエミネムのマイネームイズを破って最優秀男性ビデオ賞を受賞した時に起こりました。この受賞スピーチですねウィルが言った言葉が、私は曲の中で誰も殺してないし罵ったこともない、そうやってここまで上がってきたというふうに発言をしました。まあこれにですね他の候補者のうちの一人であったエミネムは敏感に反応しますよね。楽曲ザ・リアル・スリム・シェイディの中で反撃をします。その他にも Forgot About Dre のミュージックビデオでもウィル・スミスについて言及します。まあそういう感じでですねエミネムの反撃は続いたんですが、ウィル・スミスはその返答として約ですね6年待ってミスター・ナイス・ガイという曲を発表しました。まあ、ミスターナイスガイっていうぐらいですから、エミネムみたいにですね、まあ、グサッと刺すというよりは、まあ、控えめな感じのねディストラックですね。今いいを過ぎるところだ、まあいいっていうのはおそらくエミネムのことですね、ウォークライトパストいいっていうことで、そういう感じでですね、まあ、ナイスガイとして向きにならずにナイスに返答したんですけれども、この時の対応がこの間の授賞式でもできてたら批判されることはなかったでしょう。ジャルール。ジャルールは同じクイーンズの50セントとの長年のビーフで有名です。でエミネムもですね、まあ、50とサインしていましたから、そっち側ですね。で最初はですねその2人のビーフに入ってはなかったんですけれども、ジャルールがある超えてはいけない一線を超えてしまいました。ジャルールは彼のルースチェンジという曲でコーラップします。まあ、キムは当時の妻というかヘイリーの母親ですね。娘に敏感なエミネムはもちろん反撃をします。多分ですねこのジャルールの曲を聴いていて、ヘイリーのヘの文字が出たぐらいにもスタジオにね向かってたと思います。ドレミーとかバリーとかヘイルメリーとか、まあそういうですね一連のディストラックでジャルールに思いっきりね手榴弾を投げ続けます。まあそれにですねジャルールが返してエミネムがまた返すみたいな展開がしばらく続いて、ジャルール炎上で一般的にはエミネムの方が上手だったみたいに思われましたが、2004年のシングル Like Toy Soldiers でビーフについて振り返ります。まあ一部をね抜粋する
すると、あのジャトの一件は、まあ、押しつぶそうとしていたと。で、あれは止めるには遅すぎたんだ。俺はヘイリーの名前をあいつの曲の中で聞いて我を失ったんだ。それはクレイジーだった。 JZ とナズのやつよりももっと超えていたんだ。そして、まあ、バトルに勝ったとしても負けたような気分だ。エナジーを使いすぎたと。そして正直言って疲れた。これは俺にとってヒップホップじゃない。そういう風に言って、かなりですね、エミネムにとっては珍しく、結構反省をしています。まあね、めちゃくちゃやるだけがエミネムかと思ったら、まあもちろんですね、ヒップホップの美学があること、そして娘には絶対に触れたらあかんということが分かりました。マシンガンケリー、マシンガンケリーとのビーフも近年ですね、ものすごく話題になりました。これはですね、エミネムが一方的に刺しまくるだけじゃなくて、両者ともにですね、聞き応えのあるディストラックの出し合いで注目をされることになりましたが、これまたですね、エミネムの娘についてはそっとしておいた方がいいことがわかります。まあ、詳しいことはこの動画でね、喋ってるので、よかったらね、見てみてください。はい、ということで、エミネムのね、華麗なビーフ遍歴を振り返りました。まあ大体予想ついてたと思いますが、エミネムは徹底的にやりますよね。あと、もちろん娘の名前は絶対に言ってはいけません。はい、ということで、この動画をね、楽しんでいただいたら、チャンネル登録と、あと高評価、ぜひね、よろしくお願いします。あとね、SNS の方もやってるので、よかったらね、フォローしてみてください。はい、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。